ゴットランド島沖海戦は、第一次世界大戦中の1915年7月2日に、バルト海で正規した海戦。ドイツ海軍と、ロシア海軍が交戦した。ドイツの不設巡洋艦アルバトロスと、小型巡洋艦アウクスブルク、水雷艇3隻が、機雷不設を終えて、帰島途中に、ミハイル・バーヒレフ少将を率いるロシアの、総甲巡洋艦アドミラル・マカロフ。 バヤーン、防護巡洋艦、オレーク、ボガトイーリの攻撃を受け、アルバトロスは大きな損害を受けて、ゴットランド島に座礁した。続いて、海戦前にアルバトロスなどと分かれていた、ドイツの装甲巡洋艦ローン、小型巡洋艦リューベックが到着し、ロシアの巡洋艦と交戦した。その後今度は、ロシアの装甲巡洋艦リューリクが現れ、ドイツの巡洋艦と交戦した。 海戦発生を受けて、ドイツの走行巡洋艦プリンツ・アーダルベルトとプリンツ・ハインリヒが出撃したが、プリンツ・アーダルベルトは、イギリス潜水艦 e 9 q 2以来撃され損傷した。1915年6月に、バルト海のドイツ軍は、構成機雷戦を開始することを決定し、その実施のため不設巡洋艦アルバトロスと、機雷不設艦に改装された、フェリー。 ドイチュラントの2隻の増援を得た。そして、6月中に、アルバトロスは2度の機雷敷設を行った。6月30日、アルバトロスは、走行巡洋艦ローン、水雷艇5隻と共に、再び出撃し、機雷敷設に向かった。途中で、小型巡洋艦アウクスブルクとリューベック、水雷艇2隻と合流し、ボグスカー島沖に160個の嫌いを敷設。 不設完了後ドイツ軍はキロにつき、7月2日6時に、ローンとリューベック、水雷艇4隻が、リーバウへ向け分派され、アルバトロスなどは、ゴットランド島南端方面へ向かった。この時、ロシア艦隊もメーメル砲撃を目的として、出撃していた。出撃したのは、第1巡洋艦旅団の装甲巡洋艦アドミラル、マカロフ、バヤーン、リューリク、防護巡洋艦、 オレクボガトイリと駆逐艦のビークであった。他に、第二水雷隊も出撃予定であったが、霧のため遅れたため引き返させられた。ロシア艦隊を率いるのは、ミハイル・バーヒレフ少将であった。出撃後ロシア艦隊はノームに遭遇し、リューリクとのビークは、他の艦と離れてしまった。7月2日、バーヒレフは、ドイツ艦隊に関する情報を得、 ドイツ艦隊が存在すると思われる場所へと向かった。海戦のズロシア第一巡洋艦旅団はアルバトロス及びアウクスブルクと出会い、7月2日6時32分に砲撃を開始した。6時53分にドイツ側の指揮官、ヨハネス・カーペフは巡洋艦と水雷艇だけでも救おうと左に舵を切り、ロシア艦隊の前を横切って南へ向かった。一方、 アルバトロスには、スウェーデン領海内へと逃げ込むよう命じた。ロシア側はアウクスブルクは追跡せず、全艦アルバトロスを攻撃した。アルバトロスは西へ向かい、7時45分に、ゴットランド島のスウェーデン領海内へ入って、砲撃を停止した。だが、ロシア側はそれ以降もしばらく砲撃を続行した。アルバトロスには8インチ砲弾6発と6インチ、 砲弾20発が命中し、また不発弾4発が後に発見された。死者は27名であった。アルバトロスは転覆を避けるため座礁させられた。砲撃停止後ロシアの巡洋艦は北へ向かったが、そこにカーペフからの通信を受けて駆けつけたローンとリューベックが南方から現れた。9時過ぎにローンが砲撃を開始し、両軍はしばらく交戦したが、 ロシア艦隊の動きが、ドイツ側をより強力な部隊のもとへ、誘引しているように思えたことやアウクスブルクの所在が、不明であったことから9時22分に、ローンは、砲撃を停止して反転し、リューベックもそれに続いた。ロシア側も、弾薬不足のため戦闘を続ける意思はなく、北東へ向かった。この交戦中バヤーンに21センチメートル砲弾一発が、命中した。 9時30分、リューベックが東に煙を発見。リューベックはその方向に向かったがそれは、リューリクであった。リューベックとリューリクは、戦闘を開始し、15分後には、ローンも戦闘を加わった。またアウクスブルクも、ローンと合流した。リューベックは戦闘離脱が命じられ、10時4分に、砲撃を停止。カーペフは強力な敵との戦闘を継続するつもりは、なく、 10時20分に、海戦は終了した。リ陸も10時50分に機関に呼び戻された。この時の戦闘ではリ陸が、多数の命中弾を受けた。なお、他の艦と合流できなかったのビークは、イルベ海峡へ向かいそこで停泊した。大破座礁した、アルバトロス。海戦発生を受けて、ドイツの総攻巡洋艦プリンツ、アーダルベルトとプリンツハインリヒ。 水雷艇2隻が団地比から出撃した。だが、リックスハフト北東でプリンツ・アーダルベルトが、イギリス潜水艦 e 9 q の雷撃を受け損傷。プリンツ・アーダルベルトは最初はスビネミュンで向かったが、途中で、目的地を修理設備のあるキールに変更し、7月4日にキールに着いた。アルバトロスはスウェーデンに抑留された。ありがとうございます。